クロ公式ウェブラジオジェンラジ。こんばんは、緑川光です。今やすみです。内田彩です。高木ゆりかです。ジェンクロ公式ウェブラジオジェンラジ、今週もスタートしました。さて、今週も広めのスタジオでアクリル板を設置した上でジェンラジをお届けしていきたいと思いますが、オープニングトーク、はい、何か話したいネタがある方挙手でどうぞ。はい、はい、見てみます。来週でしたっけ、そうですね、次回って楽しみなんだけど、来たことあったっけか。ここにですか、うん、あ、ありますあります、うんうんうん、確か100回記念ぐらいの時に、ほう、なんか普通に来るの僕珍しいですねみたいなこと言ってた、あ、言ってた気がします。どんなことしたの。ベルネーガさんが来た、あ、見た、あ、そうですね、ベルネーガ、ね、ここに来るとすごいベルネーガ確かに強い気が、ね、もう本当にこの間もちらっと話題に出たけど、うん、最近ね、柳田君の強いキャラクターがガンガン実装されてるから、そのキャラクターを使ってなんかすごいことをしてくれそうだし、手に入ってるかな。それもそうだし、うん、いや、それもそうだし、義勇軍本部見たいわ。あ、確かに見たいですね。まあね、自分以外の男性の義勇軍本部見たことないから、他の男性はどんな感じなのっていう、うん、確かこの番組を聞いてしまっていたら致し方ないですが、ダマでいきます、それとも事前に見せてって言っときます。お任せします。それによって彼の心のズルに来るなんかさ、もしかしてさ、すごいなんだっけ、好きなキャラなんだっけ、セレス、違う、あれだよ、緑の髪の、あ、違うな、あれですよね、セレステ絡みの、セレステ一味の、一味のお姉様って呼ぶ、はいはい、好きなんだよね、ビオレータの、あ、そっちか、ね、もしかして急に見せてって言ったらビオレータのめっちゃオタク部屋とかあって、いや、ちょっと見せられませんみたいな。ありました、ダマでいきましょ う, う、ね、この番組を聞いていた場合は致し方なしですが、ダマでいきましょう。急にひょっとしたら急にオタク拝見したいんです、はいはい、それでいきましょうもし、あの、もうひょっとしたらね、あの、あんまりインテリアにはこだわらないタイプかもしれないですね。シンプルな、そっか、うちらはちょっとほら若干みんなにお見せしなきゃっていうところがあるけど、うん、普段そういう立場にない人は、うん、どういう確かにやってないかもしれないですしね、そのうちやろうみたいな、いきなり訪れるの。そうですね、見せてもらいましょう。あの、決して事前に LINE とかは送りません。わかりました、はい、はい、というわけでそろそろ始めてまいりましょう。ジェンラジースタート。この番組は株式会社セガの提供でお送りします。改めまして、緑川光です。今井あさみです。内田彩です。高木ゆりかです。ではリスナーさんから届いたメッセージを紹介していきましょう。題してアルカナメール。さあ、こちらの方ご紹介していきたいと思います。まいさんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんにちは。こんにちは。私は年代記の塔の12階層が実装されても、まあ私には関係ないかと人事のように考えていたのですが、5月9日放送のチェンラジであやちゃんとゆりぽんが年代記の塔に挑戦している姿に触発され、初めて12階層にチャレンジしてまいりました。結果発表します。はい、惨敗でした。でも久しぶりに11階層をクリアできて楽しかったですし、番組中に11の5をクリアできずあやちゃんはすごく落ち込んでいましたが、私は2人の頑張りにやる気スイッチを押してもらいましたよ。パーソナリティの皆さんが難しいクエストや義勇軍本部のインテリアを頑張っているのを見て、いつも私も頑張ろうって思ってます。これからも応援していますといただきました。ありがとうございます。一応ね、あの、あるからね、はい、ちゃんと12階層までには行ったんですよ。おお、ただまあただやっぱ 1から進んでないんですよ。そうですよ、進まないよね。最初ウェブまで行った気がするんですよ確か。あ、見れない、見れもしない。あ、はい、サ
3分の2だけど、あ3分の2までは行って、それすごい、3がクリアできなかったんです、うんうんうん、あとちょっと頑張らない、いずれ我々も追いつきましょう。いずれ皆さんがクリアした後に、あの私を介護していただけると、はい、緑川さんそこはこれでいきましょうみたいな、はい、ちょっとお約束いたしかねます。わかりました、じゃあちょっとやってみますみたいな、そういう僕そろそろそういう立場な、はい、あやちゃんが頑張ります。待ってるところではあるんですけど、それまでのんびりしてます。のんびりみんなね、頑張りましょう。それでは今週もチェンクロをプレイしてまいりましょう。はい、今回は私高木が行ってみたいと思うんですが、うん、今あの謀略限定のクエストがありまして、うん、こちらがちょっとレベルがね、うん、結構高いと聞いたので謀略メンツで挑戦してみたいと思います。あ、なんか情報調整ね、情報調整で、ね、はい、うん、そしてフレンドは柳田さんのベルナーをお借りして80で、お本家ですか、本家なんか強そうだね、心強いですね、武器もきっと強いのをつけているんでしょう。そりゃそうでしょう。では行ってみます。どうかな。あ、ちなみにサブの絆はあのコストが足りなくてつけられませんでした。忘れてたわけじゃない、忘れてたわけではなく、あ、まだまだ賢者パーティー的な、おお、はい、え、柳田さんのどっちだ、あ、上か、上だね。私はベルナー君をつけてましたね、本当だ、あ、でも、あ、結構余裕かもしれない。あ、本当だ、おお、強い、ベルナー強い。あ、全然、私の策を信じろ、今なの、今の、でも自分のキャラいるのがあるけど、はい、攻略パーティー好きだね。そうですね、しかもやっぱ情報調整されてから、うん、結構使っちゃいますね、うん、今回のガチャで私2人とも貫突できた、あ、すごい、やった、嬉しい、もうベルナ行っちゃおう、いきます。少しは考えて動けよら、あり、すごいすっきりした表情してます。ちょっと何もしてなかったかもしれない、目立っただけ。あ、全然余裕だね、余裕ですね、175だけどレベルは、ありちゃう、あ、待って待って待って、すごいビンタのスキルで倒してしまった。でも最後一匹レイガード倒してた、地味に倒してた。あ、柳田さんのベルナーが一緒にお願いになった。お、いいですね、これは盗んだんじゃなくて拾ったんです。あいつもレイガードなのか、あ、あ、確かに名前なんて言うんだろう、ちょっと違うんだ、違うじゃん、なんか、うん、確かに、何がいいかな、あ、一匹何がいいかな、捕まえて帰ってきて、捕獲部屋に飾りたい。あのバージョン、あの、あ、これですねこれこれは確かにメカヤイバードとかですかね、メカヤイバード、これは盗んだんじゃなくて拾ったんです。強いんだけど、強いですね、全然デルフィーナとアリーちゃんの2人でもよかった。真面目ですね。あ、1問目1問目、あ、よし、あ、嘘、また、ちょっとビエンタので倒しちゃいますね。あとアリーちゃんの弾が、アリーちゃんの弾が強い、うん、最終ベルはじゃあ柳田さんのベルナーで、うん、次こそ当たりますよ、次こそ、かっこいいです、どこら辺だろう。ここら辺かな、いきます。あ、倒したのか、倒してないですよ、もう一回、今何もしないで、逃げてきた、惜しいな、もう一回、同一レベルです、3テイクメン。
結構みんな遠距離で攻撃するタイプが多かったので、あでも最後このメラメラがツーショットで良いですね、かっこいい。やっぱもう圧倒的ですね。圧倒的でした、さすが。そういえばアリーちゃんのポーズ変わったんだよね。あそうなんです、こちら見せていただけるんですか。いいですか、ちょっと私の義勇軍本部、はいはい、行ってみます。久しぶりかもしれない。ちょっとだけ配置を変えまして、うん、ここのテーブルのカットが結構気に入ってて、このちょっとそれ面白いね、はい、なんか2人でえってやってる感じ、うんうん、かわいい。あ、めっちゃ喋る。で、あと今のところのルームが、うん、これ前見せましたかね、倉庫にちょっとベッド置いてみたのと、結構キュートスとケマミレが2人っきりでこの倉庫で遊んでるのと、あとはアリーチェの部屋をちょっと作りまして、まだ全然なんですけど、アリーチェの部屋アリーチェがいっぱいいる部屋ってこと。そうです。まあでもさ、この肖像画的なものは結構あるでしょ、アリーチェが。うん、そうですね、 5枚ぐらいですかね。だってあれだよね、なんかグルマのやつも。あ、ですです、今それがこのちっちゃいここにブルマの体操着アリーチェがいるんですけど、じゃあもうちょっとこの買えるようになったらどんな感じにしたいんですか、ね、これとりあえずアリーチェの肖像画でいっぱいにしたいです。まず埋め尽くして、まず埋め尽くして、はい。あと置くものはどんな感じのものを。あと、あでもTセットまだあのだいぶ言ってるけど実装されないTセットと、はい、あとなんだろうな、ケーキとかちょっと可愛い系の小物、うん、あとこれもちょっと願望なんですけど、お花とか欲しい。お花をこうパーって花壇、はいはいはい、周りに飾ったりしたいですね。あとこの3部の主人公バージョン 1,2 をちょっと並べてみて、結構ここら辺のなんだろう、バージョン1と2の差が結構好きで、こうアップにしてじっくり見てただただ楽しむ部屋みたいな。なんか私懐かしいな、主役やってた時そんなことない。そういえば主役の一人だったよね。実装されましたから3部の主人公たちの新しいのもね、みんな何してるかなって、ね、確かに大丈夫、ね、そう、まだヘリオスとアマッツも新世界できないですよ ね、 気になりますね、はい、こんな感じで、うん、もうちょっと家具が増やせたらなと思っております、うん、はい、以上です。あ、ありがとうございました。はい、続いてはこちらのコーナー、インスタ映えするチェンクロ。リスナーさんからハッシュタグインスタ映えするチェンクロ、ハッシュタグチェンラジ投稿で入るチェンクロ画像を募集、みんなで見ていきたいと思います。こちら白玉アットチェンクロさんからいただきました。タイトル、ハゼるゲームということで見ていきます。せーの、ドン。あれ、あー、あれ、これはもしかして、ハゼるば、うん、ハゼさせるゲームですね。本当、まあ本当に使う人いますけどね、ボム的な。確かに、今ちょっと隠れてますけどこの辺いますね。すごい速さで置いていくやつですね。わあ、これもう最後のサドンデス的になってるとこですね。もうね、もう狭くなってる。ミニゲームがしたいなと。いいですね、面白いです、すごい、かわいい、でもすごいアイディア、これよく思いつきますね、すごい、こんなにあれっぺーって思ったんでしょうねこれ置いたらっていう、うん、ありがとうございます。続いてトマジューさんからいただきました。タイトル、 92.44% も外し、ついに 100% を拝んでしまった、確率とは核も恐ろしき…てんてんてんということで見ていきます。せーの、嘘でしょ、何これ。え、俺も 100% あった、でも次 25% でいけた、まあ所詮確率だよ ね、 そうですね、さっき 42% ぐらいで来ました、
100% までなるんです ね, ねそう何にもなんか気にしてなかったのよ最初は気にしてたけど、うん、でこうやってどこ行くか押した時にん100だったな絶対来るわと思って、うん、見たことないすごいすごいわあとこのトマジュウさんレベルランクも397うわすごい強い強いありがとうございます、続いてご紹介しますゆうりさんからいただきましたタイトルヤイバード夫婦の食事それを狙う影ということで見ていきますせーのドンかわいいかわいい狙ってますね狙って食事つついて食べてるんですかねちょっとかわいいちゃんと上手に切り分けられそう頭でまず皿まで皿はちょっと危ないからやめていやこれでも、ね、一瞬で全部食べられちゃいますねねあのリンゴ飴とか、はい、やめてあげてかわいそうじゃん一口です取らないであげて、うん、平和に暮らしてるんだから戦いから逃れてかわいそうでも食べちゃうありがとうございました続いて雪解けさんからいただきました、タイトルベルナーだよ全員集合ってことで見ていきますせーのドンあああらこういうことかフィギュアかと思ったすごい熱そう派手派手ですねやうわあ服装違い6人全員揃いましたが暴力ベルナーには勝てませんわとへえ。あ、結構リテイクしたんですか ね, ね今うまい感じにブワーって火が取れなかったのかなあとね、わざわざこのベルナーが敵として出てくるところを選んでるところもでもユリポンのさっきの見てると、はい、ベルナーで最後かっこよく決めるの難しそうそうですね結構敵に当てるのが難しいですねすごい敵に当てるの難しかったのはユリポンさんですよタイミングが難しいきっとでも柳田さんならうまいことこうかっこよく決めてくれるでしょゲストがね楽しみですねそして給料のくまこさんから続いていただきましたタイトルハッピーバースデーミンゴス私か、はい、ということで見ていきますせーのドンわーわーこの部屋ごとを譲ってはくれぬかかわいいすごいいいなみずくん超かわいいでもヤイバードに狙われてる本当だでも偉いねちゃんと男もいるしねうんあ本当だ今井さんの男がありがとううわー派手かわいいですね嬉しいなデスパとかも最近ちょっとあんまり使う機会がないからまたね頑張ってこれ再現してくださいよ今ヤイバード集めに必死なんですあヤイバードそっちそっち行った、はい、まだ3体です、ねでも3体になったんですかあらそれ家族じゃない夫婦と子供ヤイバードまみれにするのが夢なんですそれはすごいな多分他のうちらは行かないと思うから、うん、そうですよね、そうですね唯一無二だなんか他のあのモンスター系のが増えたらそれも置いていこうかとおいい、ね、自分の道を歩み出してすごいかわいい、はい、ありがとうございました、皆さんもぜひハッシュタグインスタ映えするチェンクロハッシュタグチェンラジ投稿で画像を投稿してくださいハッシュタグチェンラジ投稿とついている場合はどんどん番組でご紹介させていただきますさあこの後はチェンラジオリジナルラジオドラマをお届けします今回はリクエストをいただきましたチェンラジネームモブツカムさんみずくんのエピソードが聞きたいですそれとフロガビトスの必殺技ファンサのお話も面白かったので他のキャラの必殺技エピソードも今後聞けたら嬉しいですということで今回の配役は私がある私今休みがみずくんそしてラベゼリンです私内田彩がジンランです
私高木ゆりかがアリーチェです。それでは行ってみましょう。チェンラジラジオドラマスタート。みずくん、支度はできたかい？そろそろ幻獣の世界に向かうって隊長が言ってるよ。ああ、もうそんな時間？今行く。気をつけてね、みずくん。あ、枕を忘れているわよ、枕。枕はいらないよ、ジンナ。荷物が大きくなっちゃう。でも、この間幻獣の世界から戻ってきた時に枕が合わなかったって言ってたじゃない。ああ、風と雄たけびの種族は僕らと姿形が違うからね。多少寝具に違和感があるのは仕方ないかな。ほら、アルもこう言ってる。また眠れないと困るでしょ。いい、寝られるから大丈夫。枕持ってく人なんていないよ。そう？あ、替えの下着は持った？持ったよ。もう、アルの前でそういう話しないで。大丈夫だよ。僕は気にしないから。あたしが気にするの。あ、みずくんちゃん、よかった、出発に間に合った。アリーチェ。はい、これデルフィーナから預かってきたんだ。クッキーとマドレーヌ、みんなと分けてね。あ、ありがとう。わ、すごい量だね。でもいい匂いだ。アルくんも食べてね。あと、ミナ先生から魔法薬セットをもらってきた。これがお腹の薬、こっちが風邪薬で、これは傷薬。あ、いらないいらない、トウガが一緒だから大丈夫だよ。タイの荷物にも薬は一通り入ってるしね。でもこの間はみんなとはぐれたって言ってたじゃん。持って行った方がいいよ。そうよ、持って行きなさい。ミズくん、気がついてくれてありがとうね、アリーチェ。どんどん荷物が増える。あ、みずくんちゃん、枕忘れてるよ。枕持っていかないと。だから枕はいらないって。あ、下着は持った？この間一緒に買いに行った水玉の。大丈夫、聞いてない。僕は聞いてないから。もう、チンラマリーチェも過保護すぎる。私子供じゃないんだからね。ごめん。だってみずくんが一人で危険なところに行くと思うとついつい心配になっちゃうのよ。一人じゃないよ、アルや隊長、みんな一緒でしょ。でもそこに私はいないもの。私が守ってあげられないところに行くんだよ。せめて万全で送り出したいじゃない。ジンナ、私はみずくんの親友でお姉ちゃんだもん。うん、私もだよ。私もみずくんちゃんのお姉ちゃんみたいな気持ちだから、みずくんちゃんが心配なんだ。え、私アリーチェのことはお姉ちゃんと思ったことないよ。大事な友達ではあるけど。え、むしろ手のかかる妹って感じかな。え、待って、みずくんちゃんの背中ちゃんも同じ意見？アリーチェ頼りない。嘘。愛されてるね、みずくん。でもやっぱり恥ずかしいよ、子供じゃないのに。家族のように心配してくれる人がそばにいるって素敵なことだと思うよ。少し鬱陶しい時もあるかもしれないけどさ、大事にした方がいいと思うな、僕は。ある。さ、そろそろ本当に行かないと。隊長が待ちくたびれてるね。ラベゼリー、あんた洗面台に歯ブラシ置いたままだったから届けに来てあげたわよ。いや、ちゃんと外出用の歯ブラシをカバンに入れてあるから。ついでにあんたの部屋からこれ持ってきてあげたから、ヤイバードのぬいぐるみ。なんで？お気に入りだって言ってたじゃない。持って行って抱っこして寝なさいよ。あ、あと替えの下着はちゃんと持った？ああ、前言撤回だよ、みずくん。やっぱり過保護すぎる友人はちょっと困るね。うん。
やー、みずくんの背中にかなう可愛さはありませんよあの絶妙なタイミングでの叫び、いや天才的でしたね、うん、あとなんかこんなに下着の心配するんだって思いましたみんながもったもったみたいななんか自分ライブやる時とか結構替えの下着いっぱい持ってくけど、はい、そんな気持ちなのかな、ね、確かに戦闘するし、でもヤイバードのぬいぐるみがお気に入りなんですね。持ってかなくていいんだ。そうだね。かわいい。1体ぐらい貸してあげるよ。3体あるから。そうそうそう。かわいい。はい、ぜひぜひですね。今後ね、必殺歌エピソードとかももっとたくさん聞けたら嬉しいです。うんうん、はい。さてこのラジオドラマですが、リスナーの皆さんからこんなシチュエーションのドラマが聞きたいというメッセージを募集します。もしかしたら何かしら叶えてもらえるかもしれないですよ。皆さんメッセージお待ちしています。チュンクロ公式ウェブラジオチュンラジ、続いてはこちら、チェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報をご紹介していきます。現在クロスワールドチャプターズ幻獣クロス謀略1の配信を記念して新世界フェスが開催中です。今回登場したのは幻獣の世界、大怪者デューク、弓使いの十武器、 CV は井上和彦さん、イラストは龍鉄さんです。続いてもう一キャラ、幻獣の世界感銘獣ラスフィア、魔法使いの魔武器、 CV は小岩小鳥さん、イラストはネムさんです。開催期間は6月8日水曜日までです。続いて幻獣の世界の英傑、シンパシーグランドフェスが現在開催中です。今回登場したのは風と雄たけびの戦士長カネード、戦士の残武器、 CV は柳田純一さん、イラストはラックさんです。スキル動画見てみましょう。開催期間は6月8日水曜日までです。また現在ショップで3つのパックが販売中です。幻獣の世界の王神が手に入る幻獣王神パック、幻獣の世界のコロパティロンが手に入る幻獣コロパティロンパック、そして赤眼の剣士オーロラが手に入る福とオーロラパック。販売期間は6月8日水曜日までです。続いては最新イベント情報です。6月1日水曜日より大狩猟戦イベント愛と憎しみのマリンブライドが開催されます。あらすじを紹介します。とある世界的オークションの警備の依頼が入り、それを引き受けた義勇軍と夜明けの大会の面々、今回の目玉商品は不思議な力を秘めていると噂の魅惑の宝石と黄金の弾丸だ。クララとの将来のため張り切るセストを筆頭に警備に臨むが、相手は海の盗みを専門とする窃盗集団、隙をつかれ大切な秘宝とバルトロの愛獣が盗まれてしまう。さらにアフリオの事故によりセスト自身まで一緒に連れ去られてしまい、てんてんてん、秘宝と銃とセストを取り返すためミラとバルトロを中心に臨時の大狩猟戦に挑む。今回は報酬キャラクターとしてこちらのキャラが手に入ります。導かれし狙撃手セスト、弓使いの狙武器、 CV は浪川大輔さん、イラストは文太さんです。こんな感じですね。セストが大活躍するお話かと思ったら連れ去られて報酬に報酬にとなんか秘宝と銃とセストってなんかいいですね。かわいい、かわいい、かわいい、かっこいい、足長、なんか珍しいですね、こういうなんだろう立ち絵というか、ね、下向いて狙ってる感じが。そして支援フェスも合わせて開催されます。今回登場するのは仮面の貴族バルトロ、弓使いのソブキ、 CV は杉田智和さん、イラストは伊藤美生さんです。ということでイラストこちらです。バルトロさん、なんかちょっとイメージが、うん、
変わったというか、あれ手前に女子がいるわよ、ね、本当だ、表になられてるわですね、すごい、どんなお話なのかすごい気になる、ね、気になる。はい、続いてもう一キャラ、戦場の貴婦人ミラ騎士の突撃、 CV は三石琴乃さん、イラストは文太さんです。フォトでイラストはこちら、うわー綺麗綺麗、色合いもめちゃくちゃ素敵、うわーこれ欲しい、いいな、綺麗ですね。はい、こちらの大資料戦支援フェスともに開催期間は6月8日水曜日までです。以上チェンクロ最新情報でした。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、そろそろお別れの時間になってしまいました。はい、はい、いよいよ来週は、はい、ね、えなきたさんがいらっしゃいますよ、いらっしゃいます、ね、放送5周年でございますからチェンラジ、はい、嬉しいですね。そしてあのスタッフも含めて柳田さんにはダーマで見せてもらおうという流れになりましたので、この番組をお聞きのリスナーの皆さん、決して柳田さんにツイッターなどで行くとか送らないように、みんなで団結してダーマで見せてもらいましょう。いいですね、約束ですよ。すごい気になっちゃって、ずっとなんかどんな部屋なんだろうって考えちゃいました、この放送中。でもあれじゃない、なんか好きな男の子の部屋に遊びに行ったらみたいな体じゃないの。そうなんですか。いや女装だって何もだって知らないんでしょ。何も知らないです。急に行きたいんだけど、はい、遊びに行きたいんだけど、え前もって言ってくんないと。どうしよう、爆弾のやつやったらどうしよう。それだったらなんか、うん、まだあれですよ、可愛いなって。そうかそうかね、うん、なんかよくネタであったよね、なんかそういう女の子のポスターばっかなんか貼ってて、はい、みたいな、ね、水着のキャラとか、ね、水着のキャラ今ね、等身大フィギュアももう成功な作りになってますから、ね、この子が好きなんですね今。柳田さんで遊びましょう。逆にさ、別にいいじゃん、女の子、あその女の子が好きなんだって思うけど、全然柳田くん関係ない男キャラばっかりいたら、ちょっとそれぞれで、それちょっとなんか逆にどうすればいいかな。あ、そうなんだって。でもほら、人には趣味がいろいろありますからいいんですよ。確かに、ただただ見せてくださいって話ですね。何でもいいや、楽しみだ。この番組は毎週月曜日の19時頃に配信されます。番組では皆さんからメッセージをお待ちしています。柳田さんには内緒にしてね、音声の番組ページのメールフォームから送ってください。そしてここでリスナーの皆さんに精霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL は https://sgap.ps/otakebi です。こちらにアクセスしてください。受け取り期間は6月6日月曜日18時59分までです。ということで、ここまでの相手は緑川光と今井あさみと内田彩と高木理香でした。バイバイ。この番組は株式会社セガの提供でお送りしました。